マジで100均なのって感じ。これで300円なら可愛らしくていいんじゃない？はい、どうもこんにちは。笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですねサイクリングとかロードのカスタムバラカン、そんなことをねやってます。今回なんですけど、ちょっとねここ数ヶ月 S-WORKS とか BH のね怒涛のカスタムラッシュだったので、今回はちょっと息抜き100均でなんとかするシリーズやってみましょう。最近はロードバイクにもねバックをつけるのが普通ってことで、サドルバックとかフロントバックとかね、またトップチューブとかダウンチューブにつけるやつ、キャンプやねチャリ旅などのアウトドアブームは日本だけではなくて世界的にもね人気なんですよね。一昔前のですね何もつけずに乗るスパルタンなロードバイクっていうのもかなりね薄れてきて、ロードバイクのね楽しみ方ってほんとね十人十よって感じになりましたよね。ほんとね、せっかくのロードバイクなのにバックなんかつけてるのかよっていう時期もありましたが、なんとね、まあ、最近はトッププロなんかもですね練習中はサドルバックとかね、まあ、フロントバックとかも取り付けてトレーニングされてるくらい一般的になりましたよね。やっぱね、まあ、バックがついてれば格好はどうあれ非常にね便利ですからね。ではですね、ローディーの皆様に聞きたい、どんなねバックを取り付けてますか、またねどんなバックを取り付けようとされてますか。ライトなサドルバック、それとも流行りのフロントバック、はたまたガチめなフレームバック、もちろんねそのお値段はピンキリ、1000円ちょっとで買えるサドルバックからこんなガチめな数万なんていうのもありますからね。これからですね、まあ導入するにあたってその使用感とかねお値段とかちょっとですねやっぱり壁があるのは初めてのことなら絶対にあること。今回はそんな方向けにですね、近所のね100均でも手に入るようなサドルバッグを紹介していきたいと思います。ロードバイクのバッグをね使いたいけどそんなね壁やちょっとね探すの面倒だなって思っていた方への助けになるかと思います。では笹野林業が紹介する100均で買えるサドルバッグ、早速ね紹介していきましょう。今回ですね、近くのねダイソーで購入したロードバイクのサドルバッグとして使える商品はこちら、ワンちゃん用のバックパックですね。お値段は300円、こちらなんですけど、いやちょっと笑わないでくださいね。これね、ワンちゃんが取り付けるバックパックなんですけど、我々ですねロードバイク界隈ではこれがですねサドルバッグとして使えることでちょっと有名なんですよね。今回はどのようにこいつをサドルバッグとして使っていくとかっていうのを紹介していきたいと思います。ではね、まずはサイズ感から。このワンちゃん用のバックパック、まあいやサドルバッグ、縦はですね15センチ、横は13センチ、奥行きは4センチくらいですね。肝心の容量なんですけど、僕がね持っているオーストリッチの小さくて安い SP305 というねモデルがあるんですけど、こちらの容量が 0.4リッター、これよりもですね少しこちらのねワンちゃん用バッグの方が大きいくらいなので、容量としては 0.6 から 0.7 リッターくらいですかね。このねワンちゃん用バッグ、メインだけじゃなくてサブも兼ね備えています。布地はですねポリエステルで起毛の肌触りが良いやつ、でもね防水は期待できないですね。バックルはですね上が2点下が1点の3点止めですね。マイペットなんていうねラベルがついていますが、これはご愛嬌。こちらのバッグ、重量は実測で 90g、 カラーバリエーションは僕が購入したネイビーの他にですねレッド、ホワイト、ベージュの計4種類展開されているようですね。ではですね、実際に取り付ける前にですね最も大事な工具類がこちらにしっかり入るのか、それをね検証していきましょう。それではですね、私がねいつも持ち歩いている緊急用のグッズ、そちらね紹介していきます。はい、まずはねこちらのコンパクトな鍵、お次は工具、チェーンカッターが付いているタイプですね、パンク修理で交換するためのタイヤレバー、チェーントラブル時に使うミッシングリンク、そしてめちゃくちゃ小さいエアポンプ、そして最後にねチューブですね。こういうねゴム手袋の中にチューブをね入れてあげればチューブの保護にもなるし、作業用の手袋としても使えますので、めちゃくちゃねおすすめできますね。といった計6点、ゴム手袋を入れたら7点ですね。ではね、こちらのグッズが先ほどの100均で買ったバッグに入るかね試してみましょう。まずは大物のチェーンからですね。
測ったかのようにぴったり入りましたね。次、ゴム手袋で保護したチューブ。こちらも難なくですね。コンパクトに分割できるエアポンプ。お次はですね、工具ですね。で、タイヤレバー。タイヤレバーはせっかくなんで、こちらのね、前面のサブポケットに入れましょう。3本入りましたね。余裕です。そして最後、ミッシングリンクですね。ミッシングリンクもサブポケットに入れてみましょう。はい、結構ね、内容物ありましたが、難なくね、入りましたね。ぎゅうぎゅうって感じでもなくて、まだね、余裕あります。肝心の重量はこの時点で実測 590g。 まあこんなもんでしょうかね。それではですね、肝心の取り付け行ってみましょう。ちょっとね、工夫がいります。こちらですね、このバックパックは3つのね、バックルがついています。それぞれね、取り外して、こちらのね、サドルの後部に取り付けていきます。両サイドにね、レールありますので、そのね、レールにはこのね、上部についている2つのバックルが取り付けられます。そしてね、下のこのバックル、そちらはですね、このシートポストに取り付けられます。早速やっていきましょう。どうでしょうか。実はね、そのまま普通に取り付けちゃうとこんなにだるんだるんなんですよね。これではね、やっぱ走行中にガタガタと揺れてかっこ悪いですよね。ここはね、少しね、工夫をしてしっかりとね、ホールドできるように取り付けていきます。解決方法は簡単。こちらのですね、紐を各ね、サドルの取り付け部分を20もしくは30巻きにね、していけば OK ですね。僕のね、BH の場合は上部はね、30巻きにしています。ご利用中のサドルのね、形状にもよりますので、こちらはね、お使いのサドルに合わせて調整してあげてください。シートポストの取り付け部分もダルダルなんで、こちらもね、ぐるぐる巻いて調整していきます。ほんとね、アナログですね。僕のシートポスト結構太めなので、これはね、二重で全然大丈夫そうですね。これでね、ジャストフィットしました。最後になんですけど、ここね、上部に、まあ、D カンみたいなね、リングがね、ついているので、そこにね、リアライト取り付けていきましょう。どうしてもサドルバックつけちゃうと、シートポストにつけるリアライトがね、邪魔になって見えなくなるので、サドルバックにね、取り付けられるのはすごくね、いいですよね。それでは取り付け前傾いってみましょう。いかがでしたでしょうか。このペット用のバックパック、結構ね、可愛かったでしょ。取り付けもダラーンとしないし、遠目から見たらマジモンのサドルバックですよこれ。ちょいと気になるマイペットですがね、僕はですね、ロードバイクって実質自分のペットじゃんって感じなので、全然気にせずこのラベル付けたまま運用してます。で、このね、バックに入ってる緊急用の中身、やっぱね、使わないに越したことはないんですけど、遠出の際とかはね、やっぱ心配ですよね。以前ですね、こちら100均のね、ペットボトルケースがツールボトルとして使えるよっていう動画を上げたんですけど、そもそもですね、僕が持っているポンプがこんな風にでかかったっていうのもありますが、これはですね、ボトルケージ1個消費するじゃないですか。やっぱりですね、夏場はケージが2つ必要ってことでですね、夏のライドだったらやっぱりね、こういったサドルバッグの方が適してるかもしれませんね。100均のサドルバッグ代用って、今回紹介したこの例以外にもですね、カメラケースにバックルを取り付けてサドルにくっつける方法とかね、化粧ポーチみたいなのを使ってサドルバッグとして、ね、運用したりする方法もあったりとか、そのね、代替案は無限大なんですよね。今回はワンちゃん用のバックパックをそのまま取り付けられる、最も簡単に導入できる100均のサドルバッグとして紹介させていただきました。
ロード用のバッグをとりあえず試したい、お金もかけたくない、気軽に導入したい、そんな方はね、ぜひね、こんな100均グッズでサドルバッグ運用をお試しください。こんなバッグですけど意外に使えるのでむちゃくちゃね、おすすめです。今回はね、以上となります。笹野林業はですね、皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるように、これからもエールとなるような動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。